はい、こんにちは。12月3日です。今日はまた個人的に興味があること、CBDC のアップデートします。今回はですね、以前のマップとは違う CBDC トラッカーへのリンクをディスクリプションに貼っておきます。フィルターで国の名前などいろいろな条件を入力して設定することで見たい情報にたどり着くことができます。 これまでの CBDC についての動画をご覧になっていない方のためにまず CBDC というのは国の中央銀行がコントロールするデジタルカレンシーのことですで私たちがすでに利用している銀行の口座間でのデジタルでのお金のやり取りとは全然違うしあとビットコインのようなクリプトカレンシーとも基本違いますここで私基本って言ったのは 中央銀行のデジタルカレンシーにクリプトカレンシーを導入しようとしている国があってちょっとはてなだからです私これまで支配するための CBDC 自由を維持するためのクリプトカレンシーって理解してたんですがそうでもないのかなって思い始めています CBDC について何が一番問題視されているかというとそれは個人の金融行動のプライバシーです現状は 誰がいつ何にお金を使うのかって全部が全部政府に把握されているわけではないですよねクレジットカードやデビットカードを使えばそれは記録が残るけれど現金で払ったら政府にはわからないじゃないですかあと今利用している銀行が気に入らなければ預金を全額引き出して他の銀行にビジネスを移すこともできます。 でも CBDC が導入されてゆくゆく徹底されてしまったらお金について自分で選ぶっていう自由がなくなってしまうようです最近銀行でレイオフが進んでますねアメリカの銀行で5万人レイオフっていうニュースを見ましたでもまあ、うん、当然かなと思いますこれからさらにデジタル化が進んでいったら 銀行の寺もその人を入れておく銀行の支店っていう箱も。そんなにたくさんいらなくなるのを見越しての動きなんじゃないかなと思っています。私が経営者でも同じことをするでしょう。あ、で、ついでにサイキックでも何でもない普通の人の私の余地。支店をバタバタ閉鎖したその次は銀行の支店にあるんじゃなくて、そこから離れたこう独立した形の A. T. M. ってあるじゃないですか。あれが。 どどんどん減っていきます <laughs> 余地ですでこれまで、うん、これまでアメリカのフェドナウのお話を何度かしてきましたでそのフェドナウが7月に実用化されてアメリカの CBDC に使うためのシステムの構築できちゃったなと思いましたよねでは他の国はどうなんでしょうとビスってバンクフォーインターナショナルセトルメントですねビスによると その63の加盟国の中央銀行のうち90%が CBDC を使うかどうか検討しています。CBDC をどこよりも早く導入したナイジェリアこれご存知の方多いですよねデジタルカレンシーの導入後1年経ってもーナイラっていうナイジェリアの CBDC の浸透率はわずか0.5%だったんですね。なのでもう強制ナイジェリアは国民の現金の使用を制限しました。結果 物が買えなくて餓死する人が出てきたっていうニュースありましたよね。でさっきちょっとまた話戻りますけどさっき銀行でレイオフが続いて支店が閉鎖されたら次は ATM がどんどん減っていくって私が予知予測しているのも、まあ、これと関係があります支店を減らして、うん、でも支店なくなっちゃったけどうちの近くに ATM あるからいいやと思いますよねで次にその家の近くにある現金を引き出す機会を取り除いてしまえば 最初はもう超渋々かもしれませんが人は利便性を求めてデジタルに流れていくでしょうねでアメリカの CBDC の話もこれまで数回させていただきましたで今年の7月に導入された FedNow には共和党とあといくつかの州が反発していますノースカロライナフロリダでは CBDC の使用を禁止したり規制しようとする動きがあります B の内部にも CBDC の必要性ってそんなにありますかっていう声が出ているので、なんか結構多くの人が思っているような2024年に CBDC が導入されるっていうことはないように思います。次南米です。ブラジルでは今年の5月にマイクロソフトとあとクレジットカード会社のビサってありますよね。それが CBDC のパイロットプログラムに参加しました。 そして7月にはブラジルの CBDC には取引を凍結したりあと資産を抹消、まあ、デジタルですから抹消することができるコードが仕込まれているっていう内部告発が出ています、えー、DX と呼ばれるブラジルの CBDC はイーサリウムがベースになってるみたいなんですよねここでもあれ CBDC ってクリプトカレンシーと相反するものじゃなかったんだってちょっと思いました でブラジルと同じくらい CBDC を導入する気満々だったアルゼンチンこの間大統領選があって結果ミレイというリバタリアン、まあ、アメリカでは極って報道されてますけどリバタリアンですよリバタリアンの経済学者が大統領になりましたでこの人は中央銀行を廃止しようとかあとアルゼンチンの通貨を 通貨として米ドルを使おうって言ってる人なので、アルゼンチンの cbdc 導入には急ブレーキがかかったかと思います。で、なんかアルゼンチンってインフレ率140%なんですよ。で140%で,でどのくらいかあんまりピンとこなくてインフレって言うと思い。浮かぶのはトルコトルコの調べてみたら60%ぐらいなのでその倍以上です。もうびっくりです。 でアルゼンチンのもう一人の大統領候補だったマッソという人は CBDC を導入してこのインフレを抑えようとしていましたで一方で実際に大統領になった経済学者のミレーは中央銀行を辞めて米ドルを使ってインフレを抑えようとしているので、まあ、これがどう転ぶのかとても興味があります。あ,あとミレーが大統領になる前はアルゼンチンチって 結構中国ズブズブでブリックスに加入しそうだったんですよねこれもなんか見れ中国嫌いみたいなのでどうなるのか大変興味があります次はヨーロッパに行きますまずはデジタルユーロの ECB これアメリカと同じくらい導入する気満々ですよねプッシュしているのはフランスとスペイン逆にハンガリーやスロバキアなど抵抗している国はありますがハンガリーってもうすでにユーロに変えちゃってると思うので EU に加盟してユーロを通貨として使い続けるのであれば ECB が徹底されたら使わざるを得なくなるんじゃないでしょうかでちなみに、ポリントに戻したりするかなしないかなでちなみにですねスロバキアは面白いことに今年に入ってから憲法に現金の使用についての項目を追加していますでチェコやオーストリアでも同じような法律を設ける動きがあります。 EU への参加条件の一つにユーロを使うっていうのがあるんですねでも、EU 加盟国でもまだ自国の通貨を使っている国ってありますスローバキアとか多分そうだと思うんですけど EU に加盟してもいついつまでにユーロを導入しなければならないっていうのは設定されていないみたいなので自国の通貨をのろのろとつ使い続けることは可能みたいです。 えー、もう1つ、ECB についてえっと思ったんですが ECB は現金だけでなく金、銀などに取って変わるって明言してます、どういうこと金や銀に取って変わるっていうのは金に裏打ちされている通貨を意識しているのかもしれないですよね、ちょっとわからないです。ご存知の方教えてくださいで 多分、ヨーロッパでは e デジタルウォレットっていうのを導入してその後2025年くらいにデジタルユーロ ECB を導入しそうな雰囲気ですけどそうするためにはデジタル ID の導入も急ぐ気がするでイギリスはユーロ使ってないですね。で C. B. D. C. にビットコインを使う流れのようです。もうびっくり。本当私は個人的に C. B. D. C. とビットコインっていうのは相反するものだと,だと思っていたので。繰り返しになりますけど、なんかいずれビットコインは潰されるだろうぐらいに思っていたので、ちょっと驚いています。で次はロシア。ロシアは C. B. D. C. をできるだけ早く導入しようとしていて。すでに今年の夏。国内の十、十いくつだっけ、十三ぐらいの銀行と。 実験開始していますねそれでもデジタルルーブルっていうのは少なくとも2025年まででは使われなさそうですこれまで何か揉めるたびにアメリカから SWIFT は使わせないもんという経済制裁を受けてロシアは結構焦っていたかもしれませんが BRICS 内で例えば中国の元、ユアンを使って決済できるようになったのでちょっと安心して時間をかける可能性があるかなと思います。 じゃあ次はアジアに行きましょう。まずはやっぱり日本ですよね。以前 CBDC マップを見たときに日本とウクライナがステラって書いてあってえこれなんだろうって疑問に思っていました。で今回の CBDC トラッカーで見てみたら日本はステラについては全然進展していない模様です。もう何にも棒が全部平たかった。それとは別に 2021年から開発が始まったデジタル円の方が採用されていそうな感じです動きが多少見られていますコロナ中にデジタル・ユアンに移行した中国は最近サウジとかロシアとデジタル・ユアンでの決済始めましたよねでサウジとは石油の取引を無効三3年間デジタル・ユアンで決済するって決めて UAE も石油の支払いについてはその方向みたいなので ディラダラライゼーションド,ラドル離れちょっと口が回らないまた一段、うん、進んだ感じですねで中国の一部になった香港ではデジタル香港ドルにリップルの技術が使われていますあなんかあれまたクリプトカレンシーって思いました、うん、なんかこうやって取り込まれて結局クリプトカレンシーって CBDC とかと同じ穴の無ジナなのかもで次インドですが CBDC に積極的です デジタルルピーの実験的使用っていうのはすでに1年以上前から始まっていますタイでも今年の6月韓国は10月カザフスタンは先月11月 CBDC のパイロットプログラムが開始されていますどうやら最終的な CBDC 導入は2030年なのかもしれないゴールは2030年なのかもいろんなものが2030年でゴール設定してますよね。 あとちょっと下の方に行ってオーストラリアなんかまだパイロットプログラムさえ始まっていないんですが何から何まで政府が所有する方向に真っすぐなみたいですどうしたんだろうオーストラリアで次はじゃあ中東とアフリカ諸国にいきます UAE はさっき出てきたけど UAE とイスラエルが CBDC に乗り気のようです イスラエルはステーブルコインの利用が増えたらって言ってるんですけどこれ何年か前にインドネシアの中央銀行も言ってた気がするでクリプトカレンシーに反対する政府とクリプトカレンシー使っちゃおうとする政府との違いは何なんでしょうでさっきちょっと話飛びますけどさっき出てきたナイジェリアですがなんか QR コードを使って普通の買い物にイいないらを導入したみたいなんですよねだから、うん 他の国でも QR コード使われるでしょうねで。同じアフリカでも一方で、ケニアは CBDC やめたってなってますで。ジンバブエ、ジンバブエの CBDC は金で裏付けされていますが、金とは交換しませんっていう、うめちゃくちゃですよね。金とは交換できないトークンを10月に発行しています。変なの。で、最後に CBDC に抵抗する しているとされている国や地域なんですけれどもまあすでに出てきたアメリカのノースカロライナフロリダあとハンガリーケニアの他にヨーロッパだとフィンランドデンマークあと南米のハイチエクアドルアジアのフィリピンなどが CBDC 乗り気ではないようです以上ですで今回はですねおまけで CBDC 人権トラッカーっていうののリンクもディスクリプションに貼っておきますのでご興味ある方はそれでちょっと遊んでみてください と思っっったたより長くなっちゃったのででこれでおししままいにしますどうしよう次は昨日ティテルさんが出した2024年の予知予測にしましょうかまだ聞いてもいないんですけど今から聞いてあの和訳は明日するかもしれませんということでステイステイステイヘルティ感じだった。